ナンバーアンダーラインアイ、米報道コーチェラ賞賛。ナンバーアンダーラインアイのクリエイティブな世界が明かされる。アリーナ公演グッズ続々登場。ファン同士の絆を深める特別なアイテム。コーチェラの熱狂が始まりました。2HEROZ の配信が決定し、有名人たちがコラボしたいと発言しました。平野翔ガンユ 神宮寺ゆうタゴート、ブローユアーカバー、富士といったアーティストが登場します。アメリカのエンプレスワイヤーがコーチェラの出演に対して記事にしましたが、他のグループもこのイベントでコラボしたいと発言しています。公式からの発表によれば、5月8日に 2HEROZ の配信が行われます。これは公式の情報なので、信頼できるものと考えられます。 この配信はアーティストたちがライブの裏側や感想を語る特別なもので公式 YouTube チャンネルで18時に公開される予定です。この配信は後でアーカイブで見ることができるはずですがその映像の内容がどのようなものか今から楽しみにしています。アーティストたちが自らライブの裏側や感想を語るというのは多分インタビュー形式で行われると思います。 彼らがその時の体験や思い出を語ることで、ファンはより深く彼らの世界に入り込むことができるでしょう。また、裏という言葉からは、メンバーたちの元の表情や裏側の舞台裏映像が見られるかもしれないと期待しています。これにより、ライブの裏側での苦労や工夫など、ファンにとって興味深い情報が得られるでしょう。さらに、このような配信を通じて、 ライブそのものをより深く楽しむことができるかもしれません。ファンは普段気づかないようなポイントや苦労について知ることで彼らのパフォーマンスをさらに理解し共感することができるでしょう。同時にこの配信がアマゾンでも配信されるということでプライム会員でなければ視聴できない可能性がありますが視聴後にアマゾンで再度視聴することもできるようです。これにより ファンはライブを何度も楽しむことができますし、その度に新たな発見があるかもしれません。また、ナンバーアイのメンバーは、クリエイティブな面でも積極的に活動していることを公言しています。そのため、彼らがどのようにライブに参加しているか、どのような要素が反映されているかについても興味があります。彼らのインタビューから様々な要素が見えてくることで、 ファンは彼らの活動に対する理解を深めることができるでしょう。さらに、6月13日から開催される有明アリーナ公演のオフィシャルグッズ販売も決定しました。この販売では様々なアーティストのグッズが用意されていますが、特に注目されているのはナンバーアイのナンバリングオフィシャルグッズです。これにはペンライト、アートカードセット、T シャツ、 フェイスタオルなどが含まれています。特に、東京ドームライブに参加しているファンは、すでにオリジナルグッズを購入しているかもしれませんが、今回の個人内グッズも注目されています。そして、注意事項として、販売数に限りがあるため、早めの購入が必要であり、サイトへのアクセスが集中するため、時間差での注文がスムーズに行えるかもしれません。最後に、 ナンバーア i のオフィシャルグッズは2024年6月14日前後にお届け予定ですが、アリーナライブ前に届く可能性もあるため、ファンは早めの購入を検討することをお勧めします。これらのグッズは、ファン同士の絆を深めるだけでなく、ライブ当日の盛り上がりをより一層高めることができるでしょう。今回は東京ドームライブでのにヒーローズペンライトに焦点を当てましたが、 将来的にはナンバーアイのペンライトも登場するかもしれません。そして、有明アリーナでのライブに向けて、ファンネームも発表されるかもしれません。そうしたイベントやグッズの発表は、ファンにとって待ち遠しいものです。特に、個人内グッズの登場や配信されるライブ映像は、彼らのアーティスト活動に対する興味や理解をさらに深めることができるでしょう。さらに、 これらのイベントやグッズの発表は、ファン同士の交流や絆を深める機会ともなります。オフィシャルグッズを手に入れてライブに参加し、共通の興奮や感動を共有することで、ファンコミュニティの結束が一層強化されるでしょう。また、ナンバーアイの活動に注目が集まる中、彼らが新たなチャレンジや成長を遂げる姿に期待が高まっています。 彼らのクリエイティブな活動やパフォーマンスに対する情熱はファンにとっても刺激となることでしょう。さらに今後のイベントや活動についての期待や予想も高まっています。ファンは彼らの次なるステージや新しいプロジェクトについてますます興味を持ち応援し続けることでしょう。このようにアーティストとファンの関係は 単なる支持者と非支持者の関係を超えて、共に成長し、共に喜びを分かち合うコミュニティとして発展しています。そして、イベントやグッズの発表を通じて、その絆がより深まり、彼らの活動がさらに輝きを増すことでしょう。このようなファンとアーティストの絆は、彼らの活動の原動力となり、新たな挑戦や成功に向けて力を与えてくれるでしょう。 そして、彼らの音楽やパフォーマンスが、世界中の多くの人々に感動や勇気を与えることを期待しています。おそらく、ナンバーアイのペンライトや個人内グッズが今後も登場する可能性があります。また、有明アリーナでのライブに向けて、ファンネームも発表されるかもしれません。これにより、ファン同士の絆がより深まり、 ライブ参加者全体の盛り上がりも一層高まるでしょう。こうした情報を知ることで、ファンはさらに楽しいライブ体験をすることができます。そして、それだけでなく、アーティストたちのクリエイティブな側面や裏側の舞台裏を垣間見ることができ、彼らの活動に対する理解も深まるでしょう。東京ドームライブの成功を受けて、今後もさらなる展開が期待されます。 ファンはその一環として、オフィシャルグッズやライブ参加など、様々な形で彼らを応援することができるでしょう。こうしたエキサイティングな情報が続々と発表される中、ファンはますます興奮し、彼らの活動に対する期待も高まるばかりです。これからも彼らの活動に注目し、応援し続けましょう。次のステージでの彼らの活躍が待ち遠しいですね。 あなたは彼らのライブに参加したいですかまた、どのようなオフィシャルグッズが気になりますか彼らのファンネームの発表についてどんな想像をめぐらせますか